はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということで今回は広島坂倉選手初紹介やっていきたいなと思います。はいということでございまして、2022シリーズ1一発目のねリアタイの動画撮っていきたいと思うんですけど、まあ、記念すべき一発目はですね、昨シーズン本当に大活躍で一気にね能力も飛躍して上がりましたこの坂倉選手を使っていきたいと思います。まあ、主な変更点としてやっぱりまず弾道ですね。弾道が今まで低弾道だったんですがこちらがラインドライブに変わりました。でもあとはミートの能力上がったりとかメインテフセがキャッチャーからファーストに変わったりとか、まあ何よりもやっぱり弾道が変わったこと、そして広角打法が維持だったこと、この2つが、特殊能力リアタイ的には非常に大きいかなと思ってます。ということで、まあ、今回はこの坂倉選手、実際に使用感どうなのか、まあ個人的にはねちょっとキャッチャーの新たな選択肢として、まあこの坂倉選手入ってこれるんじゃないかなというふうに期待をしておりますので、ちょっとその辺を今回は試していこうかなと思ってます。はいということでですね、まずは試合前に、称号チャレンジからやっていきたいなと思います。坂倉選手 S ランクがねちょうど2枚あったんで、もうこれ使っていこうかなと思います。極意書はまあ4枚できますかね。とりあえずミート A か、まあ、死者このどっちかをつけたいなっていう感じです。まあ、リーグオーダーにもとりあえず当面坂倉選手入ってくるかなっていう感じなんで、まあ、最低どっちか決めたい。さあお願いします。1回目何が来るか。おー怪力無双か。まあリアタイ的にはこれもありっすね。ちょっとパワーの部分が、まあ、若干足りないかなっていう懸念があったんで、まあこれはこれであり。さあ2回目お願いします。とりあえずホッサン以上しっかりついてくれ。さあ何がつか。2回目いやーフラグになってしまった。まあでもこれ切り込みだと、ああ切り込みでもミートへ行かないのか。じゃあまあ怪力無双でいっか。まあ本当はやっぱミートへの方が見栄えはいいんですが、まあただリアタイ的にはパワー不足を補えるんでこれでいきます。さあということでやっていきましょう。本日の初戦でございます、よろしくお願いいたします。動画の中での2022年は初リアタイですね。でまあ一応今現状戦績的には3勝0敗っていう感じで今季は進んでいるんですが、この前ちょっとツイッチの生放送をやってる時に面白い機能があって、賭け機能っていうのがツイッチにあって、まあ、もちろんお金をかけてるわけじゃないんですけど、その視聴することによって得られるポイントを使ってご視聴者参加型でできる、まあ、なんか予想機能みたいなのがあって、まあ、それを使ってリアタイをやってみたらっていうね、感じで3試合やってるんですけど、まあ、今シーズンここまで負けなしできてるんで、まあなんとかここもしっかりと今日もこの動画の中では勝っていきたいなと思っております。よし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 。さあ相手の打線強いな。最近は僕も結構相手の特殊能力次第で、おーしよしよしよし。あ惜しい、ゲッツーの人だった。まあ、坂倉選手現状だと結構サードでね開幕から使われてて、もう DeNA も開幕からいろいろと、まあ打者としての坂倉選手はもちろんですが、守備でのね坂倉選手にめちゃくちゃやられてるんですよね。本当に開幕いきなりサードでいい守備してましたし、まあライン際の打球とかもめちゃくちゃうまく取ってる印象があって、まあそんな印象です。さあということで初打席いきましょう。特能何も出なかった。相手の守備長打警戒か。まあ、ホームランはそこまで狙わずに綺麗に外野の前に落とすヒット狙います。オッケーオッケー、いいバッティング。よし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 、初打席初ヒットナイス。いやいいですね、やっぱラインドライブらしい、まあ、ああいうヒットが打てるのが強み。まあ、特の広角が出てたらまたちょっと違う打球もね、もっと速い打球も打てるかなっていう感じなんですけど、ああいうセンター前ヒットは打てるのが強み。個人的に左バッターの方が最近やっぱ好きなんで、まあ坂倉選手とりあえずスタメンキャッチャー8番ぐらいで置いて、まあ特の広角が出なかったら代打みたいな感じの起用もありだな。よーし完璧、相手のベストピッチでしたね今のも。このねベストピッチかどうか見える機能普通にいいっすよね。自分が打ち取られた時もなんか、あなんでこれ飛ばないんだろうみたいな打球が出た時に、まあベストピッチだったんかみたいな納得ができるし、まあ、あとはシンプルに相手のうまさをこう体感できるというか、やっぱベストピッチ本当に上手い人はガンガン出してくるんで。あーやっちゃった。相手の方ベストピッチ高いな率で。佐々木千原選手はこれ昨シーズンのものなんでストレートまで動くやつですね。今年のやつはストレート動かないらしい。あんま対戦したことないんよな。うわー落ちてこない、これで。いやー超軽かー、ミート打ちしたらよかったな、しゃない。そういえばこの間の昨日の緊急メンテは何だったんですかね。あれ完全にカーブ系の球種にね特化した変化量査定ミスみたいな、どういうところに原因があってああいう修正になっちゃったのかちょっと分かんないんですけど、結構大幅に変わってるピッチャーもいたんで、 S ランクでもすでに変わってるピッチャーいたしね。福留さん今めっちゃ怒っとった。まあ特段
今 S で出てる選手でガラッと大きく評価が変わりそうな感じでは、まあ、正直ないかなっていうところだったんですけど、まあ、ちょっと改めて、まあ、でも前代未聞だったんでね、正直びっくりした。あんなに査定ミスみたいなのが一気に出たこともないし、あー落ちる、もうサクッと終わろう。走った坂倉選手の肩、あーちょっと今スローイングがぶれましたね。キャッチャーとしての能力はそこまで、補給とかもそんな高くないですもんね。まあまあ走られるのはもう正味想定内。よし、オッケー、元祖サリでしたね、正和選手。ナイス GG。 さあということで2試合目でございます、よろしくお願いします。また高校か野手界先行したいんだけどな。まあいいや、頑張っていきましょう。で坂倉選手の肩の能力とか改めて確認してきたんですけど、特殊でギリ B いけるラインでしたね。でまあ補給 F ってとこなんで、まあランナーに走られるのはある程度もう想定内で、まあスタメンで使うなら使うっていう感じかな。まあキャッチャーのポジションは比較的早めに毎年出るんで、まあ今年も例年の流れでいけば、まあ割と早い段階でね、森友哉選手とかも出るのかなっていう気はするんですけど、シリーズ1はちょっとキャッチャーのポジションが、まあ、シリーズ2で出る OB に比べてやっぱりタイムスリップの選手だと、まあ阿部選手であったりとか、まああと矢野選手、キャッチャーで言うと、まあその辺がね主体になってきて、まあ、リアタイ的にそんなにすごい使われる選手が多く出るわけではないんですよね。まあ、そういう意味では坂倉選手キャッチャーでしばらく使っていくのは全然ありなんじゃないかなと僕は思ってます。おしよしよし、今日配球冴えてるな。未だ2022シーズン無失点。さあお相手の先発はマー君。これはマー君いつのだろう。あ、超ラインドライブでパワー85までいくんだ、強い。坂倉選手って未だに選手固有の応援歌ないらしいですね、こんだけ打ってるのに。よーし、いいバッティング。あそこ引っ張ってもあの打球飛ぶのがやっぱいいね。あんまりあそこ本当は引っ張っちゃよくないんですけど、まあでも結果ヒットになれば、しかも二塁打なので、いや打球の速さよ、打球が死なないのがすごい。アーティストだとあの辺なんかね、こうボワーンって上がって滞空時間が長くてセンターライトに取られたりっていう打球になるんですけど、いや坂倉選手しばらくスタメンありだな。まあキャッチャーね、それこそ森友哉さんそのまま打席立たせるのも全然僕はありかなと思うんですけど、まあ、ちょっと僕はパワー比アレルギーなところがあって、なんかねやっぱパワー比よりも高弾道、そしてまあラインドライブの選手の方がみたいなところがちょっとあったりするんで、まあ、しばらくちょっと坂倉選手使うのありだな。今シーズンのランクはある程度ちょっと勝ち星とかにもこだわっていきたいですね。まあ、本当はねこの開幕のタイミングでランク制度変わってほしいなってずっと個人的には言ってたんですけど、まあ、残念ながらそこは実装になりませんでしたが、どっかのタイミングででもね、多分ランク制度は運営さん側もある程度変えることを考えてるんじゃないかなと予想はしてるんで、まあ、それに期待をしてランクも今年は頑張っていこうかなと思ってます。めっちゃそこ続けてくるな。いやー、やっぱ由伸さん打ちやすいな。まあ、間もなく見納めになる。あ、おぶろー、間もなく由伸さんも見納めかもしれない。僕はまあ一郎さん出たら多分ずっと一郎さん使うんで、実際本当に使ってみないと何とも言えないところなんで、もしかしたらね由伸さん使ってる世界線があるかもしれないですけど、シリーズ1の間はでもまあそうだな、多分一郎さん使うな。まあシリーズ2で今年は前田さんとか来るかなっていう気はしてるんですけど、由伸さん出なそうだな。あー、やっちゃった。おー、あれ取れるんだ。まあ守備範囲も全然大丈夫そうっすね。ちょっと懸念してたけど。ということで GG2 戦目も果たした。さあということでラストかな、3試合目やっていきたいと思います。ペルーナドームでの試合ですね、頑張っていきましょう。また高校かい、今日3の3高校だからね。坂倉選手の広角発動時のね使用感がまだ見れてないんですよね、そこをみんなに見せたい。まあちょっともう守備はもうカットしますね。いや、やっぱマー君っすわ、マジでマー君最強、あっさりでした。さあ行きましょう、広角出て1番お願い。よーし、強い、80、87。ちょ、これスクショしとこう、サムネ用。さあ行こう、いやー行ったらよかったな、今のチャンスボールだったな、超チャンスボール。変化マイナス 1? マイナス1か、フォアボールはやめて。おー、いいんじゃない、超えろ、入る入る、あー入らんか、
まあ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 、いや、いいバッティング見せられたんでよかった。オッケーオッケーオッケー。どうですか坂倉選手の打感。個人的にはめっちゃ好き。ランナーなしの状況で得点圏とか別に関係なくあの能力になる可能性があるっていうだけで、いや普通に強いな。全然やっぱスタメンでいけるな。ちょっとしばらくマジでスタメンで使います。多分ガチオーダーの動画で今後、まあ、打順はそんなね多分上に置かないと思うんですけど出てくると思うんで、ぜひ今後の打席にもご注目ください。ということでちょっともう今度こそ3度目の正直で5点コールとしたい。いやー、何今の打球えぐ。よし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 、流しのタイミング今日いい感じ。いやー、マジか、それゲッツーなる。うわマジかよ、抜けないか。いや今日全部同じ展開や本当に。ということでまあ抑えます。取れる、よし、はい、フィニッシュ、よーしゃー、じじい。ということで2022年ここまで負けなし高倉選手の使用感最高です。当たった方ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。